自由軒名物カレーパン。神戸屋の自由軒名物カレーパン。自由軒総料理長監修による名物カレーを中辛にアレンジしたカレードーナツです。なるほど。創業明治43年。自由軒は明治43年大阪で初めての西洋料理店として創業いたしました。当時人気のあったカレーライスをより美味しく食べていただきたい、そんな思いからご飯とカレーをフライパンで混ぜた名物カレーが生まれ、一躍庶民の人気メニューとなりました。またそれと同時にカレーとご飯を混ぜない一般的なカレー、別カレーも誕生し、また違った美味しさをご提供しています。なるほど。では開けてみます。